はい、どうも松原です。今回はワードプレスで、ブログの中の画像のリンクを解除する方法ですね。解除する方法を解説していきます。ブログの中に画像を貼る場合っていうのは、できたらリンクを解除してほしいんですよ。っていうのもユーザーさんから記事を読んだときに、あ、なんかクリックできるかなと思って、それをポチッと押すと、まあ画像しか出てこないっていう場合は、あ、なんだってことで、ちょっとがっかりするんですよね。なんか別のサイトに飛んだり、まあ、別の記事に飛んだりとか、まあそういったことを予想させるのが、まあリンクなんで、できたら、ウェブサイト上のリンクは、切ってください。この画像のリンクは切ってください。で、まあ、僕もこれは最初の方は、ブログを始めて最初の方は意識できてなかったんですけども、やっぱユーザーの立場から見て、あ、なんかクリックできるかもなと思わせるっていうのは、あまり良くないんですよね。ここから別のサイトに飛ばす場合とか、本当に自分の記事に飛ばす場合はいいですよ。画像にリンクを貼ってあってもいいんですけど、ただただこの画像をその拡大させるためだけのリンクっていうのは切りましょう。で、この方法なんですけども、実際のこの本文中ですね、本文中で画像をポチッとクリックして、ここリンクの削除っていうところをポチッと押すだけです。同じようにここもポチッとしてリンクの削除、ここもポチッとして削除とやります。これで、公開ってやったら OK ですね。そうすると、ウェブ上で、はい、はい、しっかりとこれ、リンククリックしても、クリックできない状態になってます。ここですね。はい。なので、今後記事を書くときは、画像のリンクっていうのは切ってください。ここから別のサイトとかに飛ばす場合は、切らなくても大丈夫です。ってことで、一度やってみてください。